はい、皆様おはようございます。まかない道場でございます。本日はですね、余ったカツオの切れっ端ですね、これと、6P チーズを使って、カツオチーズ丼を作ってみたいと思います。とチーズを適当にぶつ切りにいたしました。カツオとチーズを器に入れまして、お醤油ですね、お醤油少々と、これが今回の肝でございます。 SB 山椒の粉、SB でなくても OK でございます。山椒をお好みでフリフリします。こんな感じですね、いい感じでございます。これを、混ぜ混ぜ混ぜと、こんな感じですね。はい、混ぜ混ぜし終わりましたら、これを特の丼飯ですね、今日も多分380から400ぐらいはあると思います。ドカンドカンです。いい感じにご飯の上に乗っかりました。はい、ここで得意のもみのりをパラパラパラと、もみのりが品切れ状態でございます。はい、ここで得意の白ごまをふりふり、はい、これで完成でございます。カツオチーズ丼でございます。もちろんこの上の具だけで、今日も懲りずに生中、今5杯目に入っております。やめられないですね、人生は。はい、それでは本日も最後まで、申し訳ない、ちょっと試食してみたいと思います。今日もうまいですね、このカツオとチーズ、これがなかなか合うんですよ。この上の具だけで、きっとワインとも合うと思います。皆さんぜひお試しくださいませ。うまいよ。この山椒がやっぱ肝ですね。それでは本日も無駄なしまかない道場、最後までご視聴誠にありがとうございます。それではまた、失礼いたします。はい、あまりにもカツオチーズがうまいということで、ビールから日本酒に切り替えてみました。この酒がまたうまいんですよ、これ。高清水の辛口、なかなか売ってないんですよね。これが本当のどごしすっきりうまみありみたいな感じでかなりいけます。では、私お燗が好きなので燗をつけていきたいと思います。お待たせいたしました。電子レンジで、高清水辛口チンしてまいりました。マイおちょこというわけでもないんですが、このおちょこが一番飲みやすいですね。唇に当たった感じというんですか、これまたいい感じなんです。いただきます。いやー、たまりません、たまらない。ポン酢もいいですね。この上
の具がなくなってしまうんではないかみたいな感じですが、だらだらやっていてもしょうがありませんので、本日はこの辺でお開きにしてみたいと思います。どうもいつも無駄なしまかない道場、最後までご視聴ありがとうございました。ちなみに今日は生中5杯に、これからポンシュイチゴでございます。では失礼いたします。うまそう。